さてこの番組ではですね、ゲストの皆さんにプロスピエースについて話したいテーマを議題を持ち込んでもらうのがルールになっておりますので、はい、リップさん、はい、行きたいと思います。リアタイはメンタル勝負、はい、まあ、リアタイというのはまあネット上で対戦する、はい、まあ、メンタル勝負っていうのは、まあそうですね、これはやっぱり全く知らない人とやるわけじゃないですか、家でやってる時は、うん、なのでそういった場面でやっぱりそのスタンプっていうのがあるんですけど、うん、そういうところでちょっとこう戦いが発生したりするんですよね、うん、スタンプ、はい、スタンプ、何ですかね、LINE のスタンプあるでしょ、はい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 、ゲーム中にスタンプをくれる、そうです、お願いしますとか、終わった後にありがとうございましたとか送れるんですけど、その中でもちょっとこう駆け引きが行われるんですよ。これおおおおおさあこれはツーシームこの辺から待ちます。おしゅうんなんかエグいな、この人スタンプやっぱ気になるんだ、うん、おかしい、見とけよ次の回これうんこれが腹立つんですよ、わかりますこれチャイサスしてくるよギータコンでいいだ、ギータコンでってことは柳田氏、これ引っ張りでいいわ、でスライダー、カットボールが入る、やばいかも、甘くいったこれ、ほら甘くいったんよ、もう完全にボール球やのに、打順は1番に帰ります、バッターいや、わかるわ、僕もイライラして打ってましたねだいぶ感情的になってますねでもさ、今見てて思ったけど、あのシャーっていうスタンプ正しく使う場所はいつなの自分が打った時はシャーは全然いいと思うんですけど、さっきの藤川さんの場合は、うん、藤川さんがミスしてシャーは、うん、ちょっとやっぱこう失礼だよね、失礼、うん、そういう使い方は普通はしないじゃないですか、うん、そこでちょっとやっぱこうイライラが生まれてくる、動画的にはね、動画的にはあっちの方が面白いですね、動画的には面白いですよ、そう、正直言うと動画的には面白いんですけど、配球が一番楽しいし、キャッチャーの重要性とか、だからそれがすんごい隠れてる、例えばフォーク投げてすんごい速い空振りしたらもうストレート狙いじゃん、それが分かるからもうずっと変化球しか投げないとか、で今度それに反応したら次速いボールだけ投げるとかっていうのが全部リアタイには隠れてるね、なるほどなるほど、それをなんか僕は現役やめたけどゲームで楽しめるっていうのは面白い、面白いですね、だから進めたいんですよね、メインさんはね、もともとキャッチャーなさったってありますけども、はい、やっぱ配球っていうのはやっぱその、うん、自分の中で結構考えるポイントだったんですか。でもめちゃめちゃ考えますね、やっぱり、うん、なんかその一瞬のタイミングで こういうのを待ってるのかなとか、それ予想しながらこうできる、うん、あのゲームもそうですけど、野球をこうする時もそうですし、見ててもゲームする時もいつもそういうところの楽しみをいつも感じながら見てたり、あのプレーとしてたので、だこのゲームでも同じことが言えるので、リアルに近いですよね、だから結構キャッチャーでも2種類いるっていうじゃん、はい、あのバッターのあれに対しての配球する人とピッチャーのいい球を基準で、どっちのキャッチャーだった、あのピッチャーによって変えてましたね、でもやっぱり城島タイプですね城島さんタイプ、はいはいはい。